脳研機構、生検支援センターの支援により、下痢性解毒簡易測定キットが開発されました。本キットは、岡田さん標準液や発色試薬などが梱包されたシンプルなキットです。測定操作はとても簡単で、測定のためのトレーニングはほとんど必要ありません。操作は3ステップ。インキュベート後にパソコンで測定結果を計算します。浸透抽出、遠心分離の簡単な前処理、アルカリ加水分解による全岡田さん群の測定により、国の検査基準に沿った結果が得られます。検査結果は短時間で得られます。測定にはマイクロピペットやインキュベーター、プレートリーダーが必要になりますが、これらを揃えれば低コストで下痢性解毒検査が可能です。国の基準値は2枚貝加食分あたり 0.16mg パーキログラムですが、基準値以下の貝毒を高感度に検査することができる性能を持ったキットです。目的に応じて希釈率を変えることにより、基準値以下の安全な2枚貝を見極めるスクリーニング検査に利用することができます。機器分析との相関も高く、信頼性の高い測定結果が得られます。測定の原理です。下痢性解毒がプロテインフォスファターゼ 2A の活性を阻害することに着目して、酵素活性に応じて発色する黄色の発色強度を測定することにより、解毒の含量を正確に調べることができます。2枚貝に解毒が含まれていると、酵素の活性が阻害されて発色しません。定量には正確な濃度に調整された岡田さん標準液を同時に測定して得られる検量線を用います。キットには抽出用のメタノールを除き、必要な試薬がすべて含まれています。冷凍保管で使用前に酵素ストックを除いたすべての試薬類を室温に戻し調整しておきます。試料の前処理は90%メタノールによる抽出、さらに抽出液のアルカリ加水分解と中和です。アルカリ化水分解により岡田三群の脂肪酸エステルなども含めた測定が可能になり、国で定めた検査法に準じた検査結果が得られます。以下は圧生手順です。濃度が異なる R1 から R8 までの岡田三標準液、ついで試料液を滴下します。端部まで使用すれば、最大で24検体の試料を一度の検査で測定できます。次に発色用の基質液をすべてのウェルに滴下します。次に酵素液をすべてのウェルに滴下します。その後、プレートを36度で35から40分加温します。酵素の活性は温度に依存するため、温度を正確に保つ必要があります。データをパソコンの専用シートで解析して測定完了です。
このキットは農研機構生研支援センター革新的技術開発緊急展開事業うち経営体強化プロジェクト、先端技術を活用した世界最高水準の下痢性解毒監視体制の確立の支援を受けて開発されました。ここに心から御礼申し上げます。